皆さんおはようございます。ヨッシーです。今日も PUBG ニュースセットやっていきたいと思います。はい、皆さん今日もよろしくお願いします。ということで今日はですねお知らせがございます。よかったらね、最後まで見ていってください。はい、さらにね、最近ずっとねカスタムマッチをやっております。はい、このカスタムマッチ、ぜひね、皆さん参加していただきたいと思いまして、参加方法なんですが、まずこの右上のちょんちょんちょんってやつ、このちょんちょんちょんをクリックして、カスタムマッチ、ここを押していただくと、開催されている、カスタムマッチの、欄になります。はい、で、大事なのがここですね。僕がやってるのはだいたいトロイなんで、まあ、トロイにしてくれていたらだいたい出ます。はい、こう出てくれたら、そこに入ればいいだけなんですけど、だいたいパスワードがついてます。で、パスワード僕は1111ということで、14つでねやってることが多いんでね、ぜひね、初心者の方も熟練者の方もねぜひやっていただきたいなと思います。はい、特にカスタムマッチ参戦したことないよという方にね参戦していただきたいなと思います。はい、まあ、誰でも楽しめるようなカスタムマッチをやっておりますので、ぜひよかったらねご参加ください。ということで今から本編に行きたいと思います。よかったら最後までご視聴ください。はい、マッチングしました。それではよろしくお願いします。ということでね、ソロ回していきたいと思います。まあ、ちょっとね、雑談しながらね、ちょっとソロでも行こうかなっていう気持ちでねやっていこうと思います。まあソロなんで物資寄りしてからね行きたいと思います。はい、で今日はですね何の話をするかというと、なんだっけ、そう、近々、7月15日かな、ブラックシャークカップっていうのがあるんですよね。うん、まあ、Sスクワットの方々がたくさん出場されてめちゃめちゃ盛り上がる、大会になってます。はい、なのでよかったら皆さんね、見に行ってください。はい、お、これすごいな、レベルアップスキンのこの折り方すごいですねこれ。すご、初めて降りた何気に初めて降りた。はい、でその、ブラックシャークカップと、あとね天下布武っていう大会がありますね。天下布武っていう大会はね、コンカラーの中でも上位トップの人たちしか出れない大会になってます。なのでかなりね熱い大会が見れるんじゃないかなと思って、皆さんぜひね、見てみてください。はい、というお知らせでした。うん、こう初心者さんの方とかたくさんね、もっともっとねやっていただきたいんでね、なんかその辺を初心者さんが楽しめるね何かをねやりたいなと思うんですけど、まあその辺ちょっと考えていこうかなと思います。はい、ということで物資を降りしたけど誰もいなかったですね。まあよくある。でまあカスタム今してるんですけど、ぜひね、参加されてない方もね、カスタムね、参加していただけたらいいかなと思います。はい、結構ね、いろんな猛者もいれば全然ね自信がない方でもね参加して遊んでいけるんでね、ぜひ遊んでみてください。うん、なんかカスタムって敷居高いなーって思ったりするじゃないですか。そんなことを気にせずにねぜひ遊んでいただけたら、痛い、まあ出てみるのはね、ぜひカスタムね出ていただければいいかなと思います。うん、なんかね敷居高いかなーみたいな感じる方もいらっしゃると思うんですけど、もう全然ねそんなことなくて、もっと気軽にね、ちょっとじゃあバナナが言ってることだからちょっと一回行ってみようかなと思って参加してみてください。で基本的にねもうみんなでワイワイとおしゃべりしてる感じなんで、みんなと交流できたらいいなと思ってやってるんで、はい、ぜひね、交流会と思ってね、あ、いた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 、何何、参加してください。はい、交流会です。天下布武いつあるんだったっけ、結構ね多分ツイッターとかで回ってるんでぜひ見てみてください。あのね天下布武もねみんなレベル高いからめちゃくちゃ見応えあると思います。例えばさ、モサの動きとかがさめちゃめちゃ見れるんで、モサの動きなんかをね普段こう見れないような動きが見れると思うんでね、
ぜひ皆さん天下布武見てください。なんかいるな。いやこれは違うな。 OK、 とりあえず熟練者しかいないんで、カラスと熟練者の巣窟ですね、ここは完全に。なのでとりあえず、じゃあ人数も減らないな、これやばいな。プレイヤーさんがちょっと少ない可能性がありますね。まあ、プレイヤーさんたくさんいても困った困ったってなっちゃうんだけど、まあ、とりあえず車手に入れてから行きましょう。はい、今のカラスでびっくりした人これです。カラスほんとびっくりする。来た来た、あぶれあぶれ、あー最悪だ。なんで引っかかったの今、どうして。久しぶりにエランゲルが、マッチングしたんで、まあ物資よりでも決め込んでいきたいと思います。はい、皆さんよろしくお願いします。ね、いたよね今。こんにちは。よし、いるよな。あそこにいるのか。グレで飛ばそう。オッケー、倒していく。危なかった。一旦ね、ここはね装備を拾わずにまず処理した方がいいですね。それからゆっくり拾った方がいい。敵さんいつ来るか分かんないんでね。から回ってくる。あー、ラスト1枚か。じゃあこの車で終わりか。まあ、バレなかったら立てるんで。終わりだ。わあ、向こう寄ったのか。これはどう来るか、敵が。だな。危ない危ない。回復してグレで終わっちゃうなこれ。ほい、さあどう来る。オッケー、倒していく。勝ったぜ。いやー熱かったな今の戦い。はい、ということで勝つことができました。はい、ということで、本日の動画は以上になってます。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回お会いしましょう。じゃあね、バイバイ。